皆さんこんばんは、淡井圭介です。本日2024年、9月10日、21時14分、先ほど横浜ベイスターズさんと阪神タイガースの試合がありまして、その試合が終わった後なんですか、なんですが、横浜 DeNA さん側で、勝ちに行っていました。今年優勝する番は、横浜 DeNA さんの番だというところで、物事を、進めていました。で、裁判用の、提出するブルーレイディスクを、書き込みをデータを、パソコンからブルーレイディスクへ、ダウンロードをして、かなり時間がかかります、容量がかなり大きいですので、で、それを、置いておいて、試合の勝ち負けを取り組んでまして、その動作を行い始めたのが18時ぐらいの頃でした。だから、そのパソコンの動作を始めながら、試合の取り組みを行っていまして、先制点は阪神タイガースの方が取って、後から、点数、取り返して2対1という場面まで、行きましたと。後から分かったんですけども、最初の方のオースティン選手のライト前ヒット、ライトの森下選手が、ワンバウンドして、キャッチしてますけども、本当はノーバウンドで取れてた打球でした。で、同じような形を、横浜 DeNA さんの、選手の方も、阪神タイガースの選手がライト前に打った時の打球をノーバウンドで取れてるんですけども、ワンバウンドで、取ってたと。そういうふうな状況というのは、後からその映像が出てきて、理解してるんですよ。で、試合の勝ち負け取り組んで、その2対1のところまでは、いつも通りこちらが取り組んでるような状況で、その同点になった時、おかしいなと思ったんですよ。で、頭の中も横浜 DeNA の選手の方に、東選手の方に、しっかり行っていたりだとか、なぜ同点になったんだろうというようなところで、そのブルーレイディスクへのデータのダウンロードは 23% ぐらいのところで止まってたんです。で、そのデータを打つっていう行為ができていない。で、これ日々、スポーツの勝ち負けに取り組んでいるとき、例えばパソコンを扱っているときに、スポーツの何かしらの勝ち負けが行われているとき、その動作を、パソコンの動作を、行っていなければならないだとか、そういうふうな、内容っていうものがあるんです。で、あとは、その横浜 DeNA さんの試合の勝ち負けを取り組んでいて、選手を見たときに、選手のその顔と名前っていうものがしっかりとこちらの頭の中で、入っていないという中で、例えば、今日の試合で言うと、サードの、オースティン選手、サードランナーとしてのオースティン選手、タッチアップで、ライトの方へと、鋭いライナー性の当たり、タッチアップ、ホームに帰ってくるときに、足の力を渡せていたら、多分セーフになってたと思うんですよ。で、それがその神がかり的な力を使用したその野球の勝ち負けの部分でもそういったところがあるんですけども、選手、そのチーム内の選手がしっかりと頭の中に入ってるか入ってないかで、だいぶその、とっさの判断っていうところで、その、オースティン選手、外野フライが上がった足の力を誰に渡すのかっていうところで、カメラワークは絶対、ライトの選手を映すわけじゃないですか。今日の試合で言うと森下選手。サードランナー正直頭の中入ってないんですよ。誰がサードランナーだったのか。で、足の力を渡せていない。で、外野フライが上がった時のその場所で、
まあ、本類にほぼ帰ってこれるようなイメージでこちらはいたんですよ。だからまあそのこちらの気の緩みという分もあるといえばあると思うんです。そのあらかじめサードランナーが誰かだとか、あの外野フライが上がったらすぐに足の力を渡すだとか、まあ、ただそれはあまり高いレベルで求められても頭の中を基本的に打者の方にバットコントロールプラス選球眼で荒井圭介の頭の中を渡しいたしますと、まあ、そういうふうに組み上げてますので、自分の頭の中を渡している状態なので自分の能力は低下しちゃうんですよ。で、まあ、だから阪神タイガースの試合などがそのテレビの試合を見ながら勝ち負けうまくいってる部分っていうのは、各選手のことが頭の中に入っている。かたや横浜 DeNA さんの時は入っていない。例えば、まあ、佐野選手や牧選手や宮崎選手、それはまあ名前は分かってますが、右バッターだったのか左バッターだったのか、顔を見た時にだとか、1球目の時に、まず名前の表記が出てこなかったら、誰々に頭の中をお渡しいたします、そのバットコントロールプラス選球眼付きで、頭の中をお渡しいたしますだとか、そういったところはまず組み上げれないんですよ。だからまずファーストストライクを、取られてしまうと。で、まあそういうふうな難しさもあったんですが、もう試合開始の頃から正直胸中複雑な状況なんですよ。頭の中でよぎったのは背任行為云々だとか、これどうなるんだろうって正直思いました。その世界のルールは法律だとか、まあそういった部分もありましたし、まあ途中から大きく崩された時はまあバスターを何度も仕掛けてこられてっていう状況なんですけども、その時に大きく崩されています。まあそれまで多分どこかの動画で阪神タイガースへのメッセージということで、まあ、バスターをもう少し活用してはどうかというようなことを、言ってたんですけども、今日の試合でも一気に、バスターを、連発されて、まあ、それまで良い成績を上げてた東選手をなんかもう精神的に言うと僕は潰してしまったんじゃないかなと、まあ、そういうふうな形になるんですよ。で、その得点された時の、あのバスターの時って確か1点リード3対2の場面だったと思うんですけども、あの時って投げる瞬間もカメラで映してくれてないんですよ。頭の中の行き渡しとか云々とかも根本的にも不可能な状態になってるんですよ。見てお渡しいたしますっていう形にしてるんですよ。一応それしてなかったら頭の中の行き先はどこ行ってるかわからない状態になってる時が多々あるのと、カメラに映ってる人に自動で行ってるっていうのが今まで、何度も何度も経験がありましたと。で、だからまあそういうふうな言葉のワードの組み上げで行き先などを固定してたりしていて、まあ東投手も投げる瞬間が映ってなかったっていうことを円陣で組んでる時に、伝える時に、その言葉を信じるって言ってくれていて、まあ言葉の受け答え状況確認とかはできてるんですけども、その後の状況で結構阪神ファンの人たちに、バックネット裏の人たちとかに、言葉のワードの組み上げとかが、それが阪神ファンの人たちにも聞こえてる人たちがたくさんいて、で、まあ、こちらでつながらないように、阪神タイガースのファンの人に向けて言ってしまうと、まずいっていう部分だとか、髪の毛茶色に染めてる部分だとか、そういう人たち、頭の中でバス描いたりするんですよ。食べ物を食べてる人たちとか。その僕が食事をしたら1点点数取られていたりだとか、そういったことが今まで阪神タイガースの試合で、あったと。日本代表の試合でも、他のスポーツでも同じような現象が起きていると。だから頭の中で罰を、入れるっていうのを行ってるんですけども、その瞬間その辺のことを理解してる人たちが生き返してくるんですよ。で、僕の植え付けられてるルールは敬語じゃなきゃならないんですけども、その人たちは敬語じゃない言葉で言い返して、で、阪神タイガースの選手を打ててるんですよ。だこちらは奴隷的従属状態のルールで、まあ、途中からそれを、まあ、見破るような形で
相手も敬語じゃなきゃおかしいというようなことを、いや、相手も敬語じゃなきゃならないっていうことを伝えて、そうじゃなかったら平等のルールじゃないですから。けどもうその時ってもう7対2まで進んでしまってるんですよ。だからそれまでどういうような状況だったかって言ったバックネット裏の、普段は阪神タイガース側で試合を行ってましたけども、そのファンの人たちからも言い返されて、言葉のワードもうまく組み上げれなかったりだとか、その対応っていうものをできなくって、めった打ちに合ってるという、精神的にも、メンタル的にもかなり、最初のコールからなんか変だったんですよ。もう右目が涙目で、涙が流しそうになってる。で、最初の方の大山選手の打席、最初のツーベースの、ライト前のヒットなんですけども、バッターボックスで大山選手も多分、目拭いてたでしょ、涙出そうになって。で、それ原因で、ツーベースヒットになってると思うんですけども、僕の状況、その試合の勝ち負けだけじゃなくて、その裁判に取り組む内容とかで、例えばブルーレイディスクに、証拠の、テレビ局の人との報道番組とかの受け答えを教えるところの内容、それを映そうとしても通常通り動かないんですよ。普通ファイルをブルーレイディスクのところにこう持っていくだけで、そのブルーレイディスクの開いてる画面のところに持っていくだけで普通読み込みが始まるんですよ。これはこの間上信電機さんのところに持って行った時に、係員の人に見てもらいながらこうしたら、すんなりそういうようになったんですよ。で、僕の自宅にいるときに読み込まないんですよ。で、その読み込むところの、ファイルは普通に、一瞬だけサッと入るだけで、書き込みの準備ができましたっていう表記が出てきて、そこからどこか書き込みを始める欄を探さなきゃならないっていう作業になってるんですよ。で、さらにもっと最悪なのが、その 100% まで普通読み込み始めるのに、読み込んでそれで動作終わりなのに、それが途中で中断される。だから裁判妨害を、受けてる状態で、これもう何要因なのかわからないですよ。テレビ局のその防衛機能の可能性もありますし、テレビ局の人との受け答えをしてるところを、例えば再生して自分のパソコンでメモした時に、2回目見たらその部分がなくなってたりするんですよ。ここはもうコンピューターのオートでやられてしまってます。で、例えば秋篠宮佳子様への、メッセージだとか、秋子ちゃんへの、秋子様への、謝罪というところの部分に関しても、どういうふうないきさつがあったか、で、その内容を喋ってるときに、その内容も裁判所に出してっていう声が、佳子様、佳子ちゃんっていう言い方をしておきます。聞こえてきて、で、その内容も、動画置いておかなきゃならないんで、撮っておいてたんですよ。だけども、パソコンの中がなくなってるんですよ。一応、僕のホームページからはその内容は閲覧はできるようになってるんですけども、だからその総合的に見たときに、何要因で、その試合開始の頃から涙目になってるのかっていうところは、正直もうこれわからないんですよ。で、野球のことだけで物事を見るんであれば、阪神タイガース側として、試合の勝ち負けに取り組んでいた、ただし12球団のその第二次世界大戦の後の優勝回数を揃える話、セリーグとしてもそうですし、パリーグとしてもそうですし、で、最下位の数を揃える話だとか、A クラスだとか B クラスだとか、そういういろんな部分のところを全部込みで物事を進めていったんですが、そのパソコンの動作のところで全てがおかしくなってるような気がするんですね。その強制的にデータの読み込みを止められていて、で、それが正解かどうかわからないんですよ。それがクイズ要素もあるじゃないですか。で、そのデータの読み込みが原因じゃなかったとして、僕はこのデータの読み込みが途中で止められてるから、だから同点に追いつかれたんだとか、3対2になったんだとか、次々ずっと自分の答えが間違えていくわけじゃないですか。じゃあ正解はコンピューターにしかわからないんですよ。これが今の現代社会でもあるし、そのバックネット裏の人たちが、
まあ、お前やとか言ってる、お前側とか言ってくれてる人たちとかもいるんですよ。その見るに見かねて。多分その人たちは淡井圭介側だとは思うんですよ。だけども、だから敬語を使わなければならないで、途中にき、設定してるわけじゃないですか。そちらも敬語を使わなければで。そうじゃなかったら打たれてましたから。で、敬語を使ってないものだからまた打たれるっていう、もう本当にもう、どこをどう手をつけたらいいのかわからないような状況にも途中からもうなりました。で、もう気がついたら7対2っていう状態で。まあ今ごめんっていう声が聞こえてきたんですけども、まあ子供の頃の声で聞こえてきているので、まあどこのどなたかわからないんですけども、もしかしたら東投手の子供の頃の声かなと今一瞬思ったんですが、もう全然わからないです。子供の頃の声で聞こえてきても、子供の頃の声をしてる人間じゃなかったら認識できません。で、ちょっと阪神タイガースと横浜 DeNA さんの試合に関して、まあ今年のケースで言うと、もうテレビを見るのやめておこうかなと思っています。で、ホームランを打った森下選手も何かこう、胸中複雑になってませんでした。こう、気持ちがこう、ちょっと悲しそうな表情とか、まあベンチ映ってる時になってたんですよ。で、僕も試合の勝ち負けの取り組み方、まあ、横浜 DeNA さんが負けたからその気持ちが悲しい、もしくはその未来をコンピューターが知ってるから気持ちが悲しくなっていたのか、その状況がそういう状況だったから最初から涙目になってるとか、未来からの情報とかいろいろあるじゃないですか。だからもう、いろんな部分でも、今日の試合でもメンタルはもうボロボロですね。その結婚話、女とかも、その辺のところでもメンタルボロボロですし、裁判の方でも、まあ、たかが一つの番組に関する、請求に関しても、まあ、弁護士さんが出てきてと、その番組の制作に、淡井圭介は一切関わっていないっていうような形での答弁書。まあ、こちらに関しては、その部分に関して、証人尋問を最終的には求めるような形の内容では出してるんですけども、まあ、この間の法廷では、9月5日の法廷では、裁判官の方は今のところ証人尋問をする予定はありませんだったんですよ。まあ、裁判の最後の方で、法廷の最後の方で、今のところ予定はないかな、には変わってたんですけども、これ証人尋問が始まらなかったら、その高島彩宛に SD カードを送ってましたので、で、まあ、こういうふうな番組、ああいうふうな番組っていうのも言ってましたし、テレビとの受け答え、まあ、その映像に関しては記録はないんですよ。で、こういうふうな状況で、もう結婚話の件でも、あ、この間会ったのが佳子ちゃんだったんだっていうのが、で、まあ、受け答えも、その動画で僕が言ってるその時の状況とか聞いてもらったら分かると思うんですけども、違う声に聞こえたんですよ。で、声が違うっていうことを僕はボソッと言ってる。で、その状況も多分昔あったと思うんです。で、秋篠宮佳子様ですかと聞いたときに、はい、違いますっていう返答されてるんですよ。で、後からよく、その時の顔とか、まあ、髪の毛の長さとか、昔の、まあ、人間関係を壊したくないから、佳子様と呼ばないで、佳子ちゃんって呼ぶんですけども、佳子ちゃんの動画を見てみると、そういうふうな、近い髪型の時の映像があって、あ、もうまず本人で間違いないなと。だから、その、はい、違いますに関して、その声が違う部分に関して、はい、違いますっていうことを多分本人は言ってると思うんですね。で、まあ、昔言われていたのが、その後思い出したんですけど、まず名前を名乗らなかったら、こちらも名前を名乗らないとか、まあそういうふうなルールは聞いたことがあります。まあ、それを後から思い出していると。だから、その一瞬一瞬がものすごく重要なんですけども、その自分の人生の解決の糸口として。だから、まあ、その辺のところでも、もうそれでも9月2日、だいぶメンタルボロボロになって、9月5日、まあ、
もう睡眠時間その日2時間のまま法廷っていう形 でこれはなぜそういう風になってるんだろうっていうところで、法廷を開こうとしたから睡眠時間が短くなってるんだとか、まあ、その辺のところがもう僕の方も全然わからないままで、で、まあ今日の状況ですね。だからまあ、今シーズンも同じようなことがあったような気がするんですよ。で、横浜 DeNA さんとの試合の時は見ないようにしておきますだったと思うんですよ。だからもしかしたら自分、その辺のところも利用されてるのかもしれませんし、それは人間によるものなのか、コンピューターによるものなのか、わからないんですよ。で、もしかしたらスタンドにいる人たちかもしれませんし、これもわからないです、全然。これだけ対象者が多くなりますと。だからまあ、2対1のところまでは、こちらの想定通りに物事動いてました。そのホームページは YK ですけど、力というワードもたくさん使ってましたし、今まで書いていた内容とか、今まで阪神タイガースの試合でも先制点取られることが多かったじゃないですか。で、その後逆転して勝つっていうケースが多かった。それは、民法720条、正当防衛〇〇に。まあ、刑法38条もありますけども、正当防衛は。だけども、民法720条の方を、基本的に何回もホームページは YKS 君利益の一番で記載している部分がありまして、多分それでまず先制点取られるような形になってると思うんですよ。だから今日東投手が1点取られた時も特に慌てていませんでした。多分そうだろうなという部分で試合が進んでいって逆転できてと、まあそういうふうなところで、まあただし後からオースティン選手のそのライト前のヒットは実は普通に、ノーバウンドで、キャッチできた打球だったと。その瞬間もカメラに映ってたかどうかはちょっとよくわからないんですよ。で、まあ、基本的に頭の中渡してる状態ですから、後から VTR 検証とかの確認で見た方がわかりやすいんですけども、まあなぜ、まあ今日の試合でちょっとまあ横浜 DeNA さんとの試合は見るのはやめとこうっていうのと、あとまあ土曜、この間の土曜日ですね、その横浜 DeNA さんと巨人の試合だったと思うんですけども、対戦相手が、1点リードで9回にエラーが発生して、同点になって延長戦だったと思うんですけども、まあ、その頃は池上彰ニュース、そうだったのか、これを、撮影しながら、まあ、いろいろ受け答えをずっとしてたんですね。で、番組出演者の人、例えば、池上彰さんに関しても、巻き込んではダメかなと思って、池上彰さんは岐阜県出身の人ですだとか、まあ、そういうような言葉で、まあ、遠回しな形で、まあ、回避するような形で、まあ、本社が東京なわけじゃないですか、テレビ朝日さんは。で、それがどういうふうな作用で、どういうふうに物事が動くか僕もわからないんですよ、詳しく。で、一応対処したつもりで対応していて、時間始まりは、まあ大体20時ぐらいだったんです。で、2時間番組で、その後、サタデーステーションで、まあ高島アナウンサーが出ていてと。で、その内容を受け答えしながら、撮影していて、それは裁判所に出そうとしている、両方とも出そうとしている、まあ、動画の内容を、それと、昨日の報道ステーション、まあ、立憲民主党の人たちとかとの受け答えですね。で、まあ、そういったものを、ちょっと今話が飛びすぎてますんで、土曜日の試合に戻すんですけども、多分その時の受け答え云々か何かで横浜 DeNA さんがエラーが発生している可能性もありますし、その言葉の受け答えだけじゃなくて頭の中で何を考えたか、心の中でどう思ったか、それによってもそうなってる可能性があると思うんですよ。だから意図的なんじゃなかったとしたら、まあその試合も取りこぼしてるところはものすごくもったいない、試合になるんですけども、正直やっぱり確認しなかったらわからないんですけども、確認を怠ってたんですね。で、まあその池上彰ニュースそうだったか、まあ20時ぐらいから始まって、まあ
約2時間、まあ厳密に言うとその番組が終わる頃21時45分ぐらいなんですけども、その撮影が終わった後、サタデーステーションを撮影しながら、まあニュースが以前の内容のものだったりフェイクニュースが流れたりしているものですから、もう晩ご飯食べようと思って食べてるんですよ。で延長戦に、確かあの試合もロースコアでしたから、延長12回とはいえ試合時間どうだったんでしょう。まあ結局それで多分僕が晩ご飯食べたから負けたんじゃないですか。食べた時刻はだからまあ22時ぐらいなんですよ。だからいやもうこれもし今年横浜 DeNA さんがセ・リーグ優勝できなかったらもう途中までの追い上げとかいろいろあったわけじゃないですか。ゲーム差がこれだけ縮まってきて、だからまあその土曜日の試合と、まあ、今日の試合が僕が介入したのが結局余計だったんじゃないかなっていうところが最終結論で、もういろんな意味でメンタルがもうボロボロです。以上です。まあ阪神タイガースの人たちもそれ聞いた時にそれもうどう声かけたらいいかもわからないでしょう。それはそれで、まあまあベンチにいる選手の人たちも、まあ最後試合終わった後青柳投手もきつい側とかいうふうに僕は、まあ、試合終わった時もうきついというようなことをもう正直根を上げるような形になってたんですけども、まあ、なぜ試合最後の最後まで、投げ出すんだけはやめておこうというような形で、頭の中を渡したりだとかそういうような形で、まあ、佐野選手はヒットを打ったりだとか、まあ、最後の最後まで試合を投げ出さずに、まあ、最後までなぜ取り組もうというような形で、もう正直5点差ついた時に心完全に折られていました。それまでの日々うんぬんプラスそのバックネット裏のファンの方たちからの声からのその結果の出方ですね。その人たちはどこからどこまでのことを知ってるかでいうとほとんどのことは多分知らないと思うんですね。で、だからまあ自分たちがその使われた側とか何かそういうふうなことで言ってる方もいればそうじゃない人たちも、いましたし、まあまあ、とにかくもう今日の試合は大変でした。以上です。まあ、横浜 DeNA の皆さんには今日の試合に関して本当に申し訳ないなと思っています。僕はその力不足云々とかもうそういう風なところを超えてると思うんですよ。多分矛盾が発生してしまってるような気もするんですけども、その12球団の優勝の数を揃える話とかでその矛盾にならないようにその阪神タイガース側として試合をしていたのに、阪神タイガース対横浜 DeNA の試合で横浜 DeNA 側に、立つという行為、まあ、勝ちに行くという行為、それがまあ途中までは、うまくいってたんですけども、まあそのパソコンのその状況から大きく崩れたように私としては今日の一日の、 物事の結果としてはそう見受けられます。まあやっぱり、まあ、ただ今日の試合、ただし今日の試合ですごくよく分かったのはバスターってやっぱり有効的ですよね。本当にランナーがこう出ている時に、まあ、それまでバントを決めたりうんぬんとかもあったりとかもしますけども、やっぱりバントの構えをしている時に全身突っ込んでくるファーストやサードがそこをバスターに切り替えて上から、ボールを、まあ、叩きつけるようなバッティングで速いゴロを、まあ、打つと、まあ、基本的には考え方はそれでいいと思うんですよ。もともとはフライとかがこう上がってる人とかもうそういう風な打ち方の方がすごく良い結果は一気に出やすくなるっていう、こうバットがボールの下を叩いている状態の時は、まあ、そういう風な部分もあるんですけども、してること自体はもうヒットゾーンが全然違うわけじゃないですか。
だからバスターはものすごく有効だなって、あともう言葉のワードもそれちょっと嫌だなってもう今日の試合で本当に思いました。以上です。皆さん長い間ご視聴ありがとうございました。